エイジアンウィンズとは、日本中央競馬会に登録されていた、競争馬である。2008年のビクトリアマイル、阪神頻馬ステークスに優勝した。2004年3月、北海道千歳市の八代大ファームに生まれる。搭載時に、日本競争馬協会主催のセレクトセールに上場され、馬主の大旅ミノルから、購買依頼を受けた、長教師。 藤原秀明に1800万円で落札された。後に、藤原が、大歌唱を勝つために決めたと語る、高素出馬であったが、客部には故障の不安があり、比較的安価の落札であった。競争年齢に達した2006年10月、立冬トレーニングセンターの藤原旧社に入る。場名、エージアンウィンズは、宝塚歌劇団員であった馬主の妻が、同劇団のレビュー。 エイジアン WINDS アジアの風から命名した2006年12月阪神開催でデビューしばらくは足に負担の少ないダートコースの競争に使われ翌年3月までに4戦2勝という成績で進んだ4月にはクラシック初戦の大花賞を控えたが藤原は芝の競争を走らせるには時期尚早と判断長期目標として 翌年春のビクトリアマイルを据え、エージアンウィンズは、放牧に出された。秋に復帰。初戦を9着とした後、続く条件戦で初めて芝コースを走り、2着。12月に3勝目を挙げた。サイドの休養後、再始動2戦目の、準オープン戦に勝利し、コバオープンクラスに昇格。中2週で臨んだ、阪神頻馬ステークスで重賞に初出走すると、 一番人気の、ブルーメンブラッド以下を退けて逃げ切り勝ちを収めた。第三回、ビクトリアマイル決勝戦時走、兼ねて目標とした、ビクトリアマイルに出走。安状には本、馬初起場となる、藤田真次を迎えた。当日は、前年の東京優春優勝品場ウォッカに人気が、集中し、本場は5番人気の評価であった。しかし、道中中断の位置から、 直線半ばで馬群を割って抜け出し、ゴール前追い込んだウォッカ、ブルーメンブラッドを振り切って優勝。管理調教師の藤原と共に、GI 級競争初勝利を挙げた。馬ッの大田にとっても、ウイニングチケット以来の GI 級競争勝利となった。実装には、アメリカの G に競争キャッシュコールマイル出走が予定されていたが、同じくアメリカ行きを予定していた。 トールポピーが遠征を中止したため、単独遠征はリスクが大きいとの判断から、断念、休養に入った。秋の目標は、マイルチャンピオンシップとされたが出走を果たせず、休養は長期に及んだ。2009年は、ビクトリアマイルを目指して一旦は帰休したが体制が、整わず、結局現役続行を断念して6月12日付で、登録を抹消。 競争生活から退いた。現在は、北海道新日高町の藤原牧場にて、繁殖品場となっている。四代母のスペシャルを始祖とする、メス系カラはヌレーフ、サドラエスウェルズ、フェアリーキング、ジェイドロバリーなど活躍場多数。その他の近親にはエルコンドルパサーがいる。ありがとうございます。